どうも、しゅんです。こんにちは。ということでですね、今回は実際の就活生に来ていただいて、模擬面接をさせていただこうと思います。前回、就活相談に来ていただいた弘中さんに本日も来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。おなじみの南さんに本日も来ていただきました。南でーす。いつもコメント見てますんで、よろしくお願いしますね、コメント。世界最速で日経新聞を解説する男という名前で発信してますので、ぜひ概要欄からインスタグラムをフォローお願いします。前回志望してる業界とかまだ決まってないって言ってたと思うんですけど、はい、今のところもまだ明確には決まってないっていう感じ。完全に絞りきってはないですけど、うん、興味のある業界っていうのがいくつかあります、はい、一番興味ある業界どこですか、うん、コンサルティング今回の面接の想定は福田商事コンサルティング部門に入社したいと思っている学生と面接官の方という想定で一緒に働きたいと思うかどうか丸×札を上げていただいて面接のフィードバックもしていただけたらなっていうふうに思っております、はい、ではよろしくお願いします。では、すぐなんですけれども、1分間程度で簡単に自己紹介をお願いします。はい、はじめまして。日本女子大学から参りました、人間社会学部社会福祉学科3年の弘中ゆりと申します。私が大学在学中に経験したこととしましては、子供の貧困をテーマにした映画を振り仕切りました。昨年、中国の復旦大学へ留学をし、帰国後は知人の下で営業の経験をさせていただいております。本日は面接を通して、私の人となりをしていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。子どもの貧困を題材にしたって映画というのは簡単に教えてもらってもいいですか。あの大阪西成区にある児童館をテーマにしておりまして、元から離れてそこで暮らしている子どもたちなんですけれども、その子たちが、まあ、普段の生活でしたりとか悩みであったりとか、今後どういう成長を得て大人になっていくのかみたいなのを題材にしている映画です。これはもう本当にゼロベースで作った感じですか。これはもともとその児童館の方々が作成された映画で、それを広める活動を私たちがサポートしていただいたんです。弘中さんの立場的に何をどうする立場だったんですか。リーダーという立ち位置で活動させていただきまして、例えば会場の予約ですとかチケットの販売ですとか、はいはいはい、あとは集客なども全て携わりました。そもそもなんでこの活動をしようと思ったんですか。きっかけとしては、はい、私が所属している社会福祉学科の教授が一度はこの活動を広めてみたいという願望がありまして、そこで私や15名から20名の方々が名乗り上げて広めようと思ったのがきっかけです。具体的に期間はどれくらい費やしてたんですか。4ヶ月弱くらいで、最初の1ヶ月間は準備期間といった感じで、その後の3ヶ月ぐらいが集客であったりとか販売する期間といった感じです。最大の課題が2つありまして、1つがターゲットの選定と、はい、もう1つが集客方法にありまして、集客方法に関してももともとメンバー自身が自分たちのツイッターであったりインスタグラムであったりしか告知を行っていなかったので、身内にしか周知されないっていうのが課題としてあったので、子どもの貧困に興味ありそうな方々に今焦点を当てて行いました。具体的にそのターゲットの人たちはどこにいたんですか。SNS で子どもの貧困であったりとか主婦と調べると、子ども持ちのお母さんたちが、まあ、そういったことに興味があるっていうツイートをしている方がいるので、そういった人たちを主に呼び込むように意識しました。どこに呼び込む。私たちが借りた会場に呼び込む。4ヶ月間借りてる。その上映の日が2日間設けていたので。でもさっきの4ヶ月間ってどこだったの。4ヶ月間はその準備期間です。さっき準備期間1ヶ月って言ったの。最初の1ヶ月間で4ヶ月の間で集客を完成させて、会場の予約などチケットの販売とかも全部完結した上で、その2日間の上映に向けて、うん、はい、あ、そういうことね。1ヶ月の準備期間を経て、はい、販売開始で、はい、販売開始から1ヶ月間で全然売れなくて、はい、そこから2ヶ月間取りんだってことね、はい、そうです。その全体像が、ね、全然分からなかった。あ、2個目の集客方法に関してはどうですか。集客方法は上映開業のアカウントを作成して告知を行います。あとはチラシも作ることでより周知してもらうということを意識します。2件ありますけど、さっきの1点目とほぼ同じ内容になっちゃってる。結果、最終的な成果は2日間で、もともとの目標が200名の動員に対して結果250名集めることができました。じゃあもし第2弾の映画をやるとして、今回第1回目の反省点何がありました。集客方法がまずちょっとうまくいかなかった、まあ、そこをまずあらかじめどういった課題がまず起こりうるだろうということを想定してスケジュールを立てていく必要があったのかなと思った動画反省としてあります。具体的にどの方法が一番効きそうで、はい、どういう点に問題がありました。例えば集客をするにおいても、 SNS 担当と路上呼び込み担当、チラシ作るの担当、あとはその講演する方にデメール送る担当みたいなのを分けて、その役割分担っていうのも最初結構システムでやってたの大変だったので、はい、それもあらかじめ決める必要があったのかなって思います。
じゃあ今回のケースってモチベーションの格差が現れちゃったわけじゃないですか。最初自分から手を挙げてモチベーション高かったわけです。最初は後から落ちちゃってるわけですね、うん、落ちちゃってる原因ってどこにあるんですか。 3,4 ヶ月間ずっと集客を行うっていうのが多分難しかったところと、その時期がちょうど期末テストが被るっていうのもあって時間を取れなかったっていうのもあったので、そういったところのモチベーション下がってしまった原因なのかなと思います。ちょっと聞いて分かりづらいんで、これ説明するときは1枚紙持ってって時系列あった方がいいですよ。チケット販売ここで、テスト期間ここでっていう時系列になったりとか、ぐちゃぐちゃになって分かりづらかったです。分かりました。結論から言うと圧倒的にバツですね。ちょっとこれ、はい、動画終わるのかってぐらいツッコミの部分あるんですけど、ざっくり社長どう思いました。まあ、僕も結構よくあるから言えないんだけど、話が長いなっていうのはそうなんで確かに、うん、だからスッと入ってきにくいなっていうのが、正確に言うと話が長いというよりも長く感じさせてしまってる。話が面白かったら話長く感じないんですよ。そうですよね。コンサルっていう業界において何力が求められると思います。コンサルってそもそも何をする会社ですか。はい、課題解決力ですね。解決策を提示する上で一番大事なもの、この解決策が効くのかどうかです。効くかどうかっていうのは課題と解決策があってその間に結びつけるものになると思います。違う、この課題がなぜ起きてしまっているかっていう原因、この原因がないと解決策っていうのが論理的じゃないんですよ。今回端から端まで課題はこれですっていうのがあったんだけど、原因の部分がすっぽり抜けてるんですね。この時点でコンサルとしても0点なわけです。だって解決策を提示するのが仕事なのに解決策が効かなさそうって思われてしまう、すごく危険だと思う。一番伝えたいのはミーシーって考え方、これ説明できますね。まあ、縦の軸も横の軸も漏れなく、その通り例えばなんかスポーツやってました、バスケとかバドミントン、バスケ、じゃあバスケ、バスケで言うと2点あります。2点何かというとコートの中の話とコートの外の話ですっていう話をすると、コートの中要はプレーの話、コートの外っていうのはそれこそ広報活動とか部員獲得とか、コートの中に関係あることとコートの外のことっていう、この2個を挙げてくれたらこれってミーシーじゃないですか。そうですね、もうダブリがないっていう、このミーシーのことは何もできてなかった。何がミーシーになってないかっていろいろ気になったんだけど、何だと思う、ミーシーになってないの。ターゲットの選定と集客方法、集客方法、この2点が。だからいろんな方法があるんですけど、例えば、うん、オンラインとオフラインで分けるとか。ああ、そうですね。で、あとこの全体像を説明する訓練が足りてなくて、紐の部分といらない情報の部分の取捨選択ができてないんですよ。だからそれをトレーニングでどうにかできるので、友達とか兄弟でもいいし親でもいいし、それも旬でもいいので、はい、端的に説明する機会を作った方がいい。お金の話とか人数とか課題と原因と解決策とかが、いろいろ質問しやっと出てくるので、前提の説明に時間を取られすぎていて、弘中さん自身の人間性を深掘るための時間なのに、人間を知るための時間がめちゃ少なくなっちゃったので、無駄な時間がすごい多かった。そもそもなんですけど、新卒に即戦力として期待すると思います、一般的に。いや、思わないですね、はい、何が大事ですか。じゃあポテンシャル、ポテンシャル、そう、はい、伸びしろなんですよ。伸びしろってことは次にどう生かすか、うん、反省と行動の部分を見るわけです、はい、今回結構平田さんの性格かもしれないけど、はい、私成功したんでしょすごいでしょ、うん、に結構終始しちゃってて、はい、成功したんでしょすごいでしょっていう話は別に求めてないんです、はい、こっちは反省する力があって伸びしろがあるかなっていう感じ、はい、そういう習慣があるかどうか、習慣がなかったら伸びないわけです。ちょっとした習慣の差が例えば5年10年だってすごいこう差開いてくるっていう、うん、そもそも今回のこのケースの反省点をまず最初にスッと出すべきで、うん、なのに質問していろいろあれこれ言ってやっとひねり出したみたいな、反省してないのかみたいな、満足してるなこの人、伸びしろないなって思っちゃって、新卒ではなおさら NG ですね。最後に一つめちゃ気になった点があって、はい、そもそもなぜこの活動をやってるのかっていう部分がすごい弱い、うん、弱いし疑問教授がっていう話があったんですけど、その話だと受け身の人間かって思っちゃうんですよ。本当に自分がこれの問題に対して社会に対する疑問を持ってますっていう話をした方がよっぽど伝わると思うけど、以上、ありがとうございます、はい、感想の方はいかがでしょうか。普段私が課題として持っている取捨選択みたいな思ったことをすぐ言うんですよ、ね、で面接において聞かれたら割と率直にその場では答えて、割と頭に刺さるように見えるみたいな感じで終わらせて、コンサルのインターン受かるみたいなのはうまく乗り切っちゃってて、それ以外の課題を今回めっちゃ言ったんですよ。で私の自覚してるとこは自覚してるまあ経験が大事だから、模擬面接をもっと数をこなしてください。数足りないですLINE とか Zoom とかで気軽に模擬面接してくれる仲のいい人っていますか。学生で言ったら私の周りもみんな就活終えてるので、じゃあ捕まえないといけないと。そうですね。
じゃあ困ってるなら困ってるってちゃんと言った方がよくて、今の映画の人と見てても一人で抱え込むタイプだなっていう、あ、私のネックポイント聞かれたら一人で抱え込むタイプですって言います。そう、言えないっていうのは良くなくて、困ってることとかは言った方がいい。そうですね、素直になった方がいいですね。変なプライドがあるんだと思う、自分一人で全部解決できるって。あ、で逆にそれを解決できませんって言っちゃうことは恥ずかしいことだって思っちゃってるんだけど、それは恥ずかしくないっていう風に価値観を変えた方がいい。そうですね、まずは面接相手がいなくて困ってますっていうのは困ってるって言うっていう風に変わると行動が変わってくると思う。そうですね、わかりました。はい、はい、以上です。はい、志望動機編ということで、一つはまず自分の強みを生かせるっていうところがありまして、コンサルティング業界の志望動機なんじゃないです。だから浅いんだよ、経験が。はい、はい、浅いです。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。